はい、どうもジャンヌダルクです。というわけで今回はスマートフォン版デッドバイデイライトことこちらの第五人格の方についにアンドロイドが対応したということでおめでとうございます。ということでこれで全スマートフォンが対応したということで、これでまた人気が上がってくるんじゃないかなと思います。今ね iOS の方も、ランキング1位でして、まあ、次流行るスマートフォンゲームはこれだって言われてるぐらい結構今人気が出ております。まあ、そんな形でね、iOS の方もリリースされてまだ1週間程度なので、まだまだこう上位になっていけるんで、まあ、これを機会にぜひともやってみてください。ということで iOS しっかりアンドロイドの方がリリースされてまだ1週間も経ってないんですけども、ちょっとね全キャラクター私解放したということで、まあ最初ちょっと何をアンロックすればいいか分かんないという方が多いと思います。まあそういったところちょっとこちらの動画でね参考にしていただければなと思います。ただまあ正直サバイバーを私あんまり使ってなくてですね、今成績はこんな形となっております。どちらかといったらハンターの方が多くて、対戦数が今112回やって、そのうち1位取った回数が74回、なのでまあどっからどう見てもハンター中って形なんですけども、 MVP を取ることに今結構まあ重視してやってるのかなと。で成績の方はそうですね、何回か失敗はあるんですけども、まあその失敗1回除けば30回連続ぐらい MVP 取れるぐらい上達しましたので、まあ話してる内容はそこまでこう的外れではないのかなと思いますので、ちょっとまあ参考程度に聞いていってください。ということでまずサバイバーなんですけども、初期キャラはこの幸運寺ってやつと、ナースが解放されております。はい、このナースですね。幸運寺の方は上位になればなるほどまあみんな使ってないんですけども、まあナースの方は初期キャラとしてでも全然使えるんで、まあ最初とりあえずナースで全然いいのかなと。とりあえず今ピック数ナンバーワンがナースなんですよ。はい、まあ、やっぱり一番解放されてるっていうのもあるんですけども、自分で治癒ができるんですよね。一発食らった時に自分一人で、回復ができるんで、そこら辺ちょっとまあ融通が効くというか、まあ、ソロプレイヤーの方は結構使えるんじゃないかなと。まあ、ソロプレイヤー以外もパーティーでナースで来られたら結構戦闘が長引いちゃって、でずる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 引きずられて負けちゃうってことがあるんで、ハンター側は結構ナースパーティーも、そこそこ輝いてます。でその次のおすすめがこの庭師ってやつで、まあ、正直こいつ、ランク上位になればほとんどいないです。まあ、ロケットチャーを破壊することはできるんですよ。でこれめちゃめちゃ強いじゃんっていうのは、まあ、最初みんな思うんですけども、まあ、上位になればこの庭師がいる場合、そのロケットチェアを直すっていうアビリティが出てくるんですよね。なので破壊する意味が全くなくなっちゃうんですよ。まあ、もちろん時間稼ぎ程度にはあるんですけども、まあ、それするぐらいであれば全然暗号を解読した方が早いっていう場合がありますので、正直ランク上位になればなるほど、こいつ見なくなりますね。ただ最初はめちゃめちゃ多いんで、とりあえずアンロックした時に最初使ってみて、あこういう効果なんだなっていうのを、まあ、熟知しておけばいいのかなと思います。でその次、マジシャン、こいつ透明になることができるんですよ。でそういったところ確実に逃げ切れるというか、だいぶこう生存率が上がるってところで非常に、まあ、優秀ではあるんですけども、こいつ、ロケットチェアの解除がすごい遅くて、まあ、そういったところちょっと救出が遅いっていうデメリットがあります。まあ、そういったところちょっと絶対捕まらないぞっていう方はこちらを使えばいいのかなと。そして、これがランク上位になれば結構出てくるんですけども、機械技師、こいつ何が強いかって言ったら、キャラクター、自分の身代わりキャラクターを使うことができるんですよね。なのでキャンプしてるやつとかもバンバンね、数でご利用することができるんですよ。新たに人形を作り出して、そのラジコンみたいな形で操作して救出に向かうことができるんですよ、そのラジコンの人形で。そういったところ人数がかけやすいんで、こいつの4人パーティーとか確実に救出されちゃうんで、ちょっと厳しいところっちゃところなんですけども、ちょっとまあ移動速度というか逃げ切るところが遅いところですので、そこがちょっとデメリットなのかなと。ただ救出だとか、キャンパーに対してはすごい効果的な有効的な効果を発揮しますので、こちらも結構上位では使われております。で空軍はちょっと変わり種ではあるんですけども、まあ、信号弾を打って敵をひるますことができるんで、キャンパー相手には結構、まあ、有効になってくるんじゃないかなと。だからまあ現状確実にランク上位で、そういう子供騙しが効かない、端っこに隠れて逃げ切れるっていうのが効かなくなった時の、まあ、使えるキャラクターって言ったら、やっぱりここら辺のマジシャンだとか、傭兵だとか、空軍、まあ、ここいるあたりが確実に子供騙しではなくて逃げ切れるっていう、ここら辺が結構ピックされております。ただじゃあ他のキャラクター弱いのかって言ったらそうではなくて、組み合わせ次第なんですよ。だからまあどのキャラクターも基本的には全部強い。庭師が一人だけいてもそんなに意味なかったりだとか、弁護士が一人だけいてもそんなに強くなかったりとかするんで、そこら辺ちょっと難しいのかなと。ということでサバイバーはこんな形となっております。そしてハンターなんですけども、今4つアンロックされておりまして、初期キャラの復讐者、こいつはまあチュートリアルでも見ると思うんですけども、ワープすることができます。はい、まあ、ワープできるんで結構トリッキーな動きができるんですけども、まあ、他のアビリティが特に目立ったものがないんで、まあ、無難ちゃ無難なんですよね。で次がピエロ、まあ、こいつはちょっと自分のロケットというか武器にアタッチメントをつけることができまして、まあ、いろんなアビリティ効果がついてくるんですよね。で、まあ、その効果も非常に有能ですし、
こいつのカーニバルダッシュっていうのがあって、本家まあデッドバイデイライトのチェーンソーみたいな形で突進できるんですよね。めちゃめちゃ移動速度速くなってバシュって切りつけることができる。まあそんな形で、あの遠距離の敵だとか追いかけてる敵を非常にこう重点的に追いかけ回すことができるんで、確実にこう1体持っていくマンみたいな形で、まあ堅実的な立ち回りができるんじゃないかなと。そして前回動画で紹介させていただいたこちらの断罪狩人、まあこの鹿さんなんですけども、フックを使うことができまして、はい、チェーンクローというのができるんですよね。遠距離の敵を自分の手元に引き寄せることができて、ワンパンコンボだとか、まあそういったのが結構刺さりやすいので、こいつもまあ堅実的な立ち回りっちゃ立ち回りなんですけども、ちょっとまあそれ以外にちょっと目立つような効果がないんで、あんまり上位ではピックされてないですね。で今まあ上位ピック数ナンバーワンのこちらのリッパー、こいつがとにかく強くて、まあ霧を発生して透明になることができるんですよね。だからもうこいつが近づいてくることが分かんないっていう状態もありますし、単純にこう追いかけ合いっこなった時に割とね、あの見失う時があるんで、そこら辺結構この透明になるっていうのがアビリティ的に非常に強力ですね。で透明になるだけかって言ったらそうではなくて、あのこいつめちゃめちゃ足が速くなるんですよ。で足が速くなった時に逃げ切る確率がほぼほぼねなくなっちゃうんで、まあ、そういったところ非常にこう強力というか、あの足が速くなる唯一のハンターですので、だいぶ上位でもピックされております。でこれはもう効果の方には書かれてないんですけども、単純にこいつ背がめっちゃ高いんで、あの結構こう周りを見渡すことがね、あの他のキャラクターよりも長けてるんですよ。まあそういったところ使い勝手よし、移動速度アビリティよしっていう形で、まあこいつがとりあえず1位ですね。はい、まあそんな形でハンターしかりサバイバーの方がいるんですけども、とりあえず本当は上位になってくると組み合わせ次第なんですよね。先ほど強いだとか弱いとかって言ったんですけども、本当にこう組み合わせ次第では化けるやつがありますので、そこら辺はちょっと皆さんお友達とやる際に組み合わせだとかいろいろと考えてやってみてください。それでは初心者サバイバーのためにこちら使っていきたいと思います。でサバイバー何が強いとか、まあこれが弱いとかっていうのは多少あるんですけども、まあ連携を組めば何でも強くなるっていうのが正直な話なので、とりあえず味方のピックしてるキャラクターを見ていきたいと思います。はい、庭師が1人と、ナースが2人になりましたね。ナースが2人と空軍ということで、ここを回復するやつとキャンパー殺すマンがいるんで、空軍使っていきましょうか。まあ、これで仮にナースがこう捕まったとしても自分で勝手に回復してくれるんで、1回目は本当に捕まってもノーチャンにできますね。まあ、10チャック信号弾撃てば逃げ切れるんで、とりあえず、二人のちょっと空軍で、味方捕まったらとりあえず救出作戦でやっていきましょうか。ただちょっと最初がグダってしまうと後半もそのまま引きずっちゃうのが、このゲームの、まあ、特徴なので。待って、これディッパーいいんじゃん。これピックナンバーワンのやつが来たら怖いな。ちょっとこれはガチ勢っぽいんで、頑張りますか。トップ、空軍の人がちょっと報告してくれましたね。バレたな。バレそう。空軍やられてる。大丈夫か空軍。お前、お決まりの信号弾はどうした？これはちょっと空軍が時間稼いでくれてるんで、別のところでやりますか。おーい。空軍が捕まるのはダメでしょう。解読に集中して。了解。キャンパーだね。あんたが近くいる。オッケー。まあ、近くいる間はちょっとこれでやりましょうか。で、半分ぐらい行ったら敵も多分逃げてくると思うんですよ。あー、解読に集中してこびりついてますね。けど、大丈夫。キャンパー絶対殺すマンの空軍があれば、リッパーなんてちょちょいのちょいですよ。で、暗号解読したら多分こっちの位置バレるんで、あえて後ろから行きましょうか。うん、絶対こっち見られるね。これ無理だわ。うるさい、解読に集中するんじゃない。俺は自分がやりたいから、助けるんだ。はい、お疲れ様。いやー、助けて、逃げて逃げて、超逃げて。超逃げて。味方、この一発は貸しだぞ。くれー、よいしょこれでもうとりあえず OK。 ふう、いやーまた空軍捕まってやんの。さすがに多分あいつも持たないんですよね。うん、諦めるか。いやー、これナース二人でもきついか。これ助けられるかな。やばそうだな。こっちバレてる。キャンパーだな。ナイス、いいね。待って、こっち逃げてくるのは聞いてない。こっち逃げてくるのは聞いてないな。ちょっと待って、治療してあげるか。あ、どっか行ってくれた。テレポートしてくれましたね。ありがとうナス。マジか。あれは無理でしょ、さすがに。ちょっと解読に集中してもらって、味方に。俺があいつ絶対助けるマンするか。よし、今がチャンス、今がチャンス、今がチャンス。くれ、いけ、レッツゴー。ノー、もう無理だよ、あいつ死んだよ。2回
回連続はダメですよ。いやー、それは無理だな。あんだけ助けては無理だな、本当に。これは暗号解読2人で逃げ切るか、それかシェルター逃げですね。お、味方と合流。頑張ろうぜ。早い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 。いやー、本当に強すぎでしょ、ディッパー。たまにテレポートしてるんだよな、アビリティで。あー、味方が捕まりました。これもシェルター逃げですね。あいつ確かもう一回捕まってるんで、救出不可能なんですよ。ありがとうございました。さよならよ。申し訳ない。あー。まあ、こういった形で、まあ、空軍があれば、まあ、確実に、まあ、キャンパーでも、逃がすことができるっていうのが最大のアビリティなんですけども。まあ、正直ちょっと味方があれであれば、あれしちゃうんで、ちょっと厳しいのかなと。まあ、そんな形で、今これ横のサバイバーのランクが99、93の人でもナース、空軍全然、ピックしてますので、初期キャラとしてはここら辺が非常に無難なんじゃないかなと思います。はい。いや、負けたの悔しいな。ということで、本当に今どのキャラクターが強い弱いっていうのはないんですけども。まあ、ソロであればやっぱり、空軍ナースあたりが無難だったりとかするんじゃないかなって思います。はい。ということで、これからも第5人格上げていきますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。